どうも、くまと申します。聖剣マニフェスティア、パート2の方を実況していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、前回は、この1の1のハードとノーマル、あとは1の2のハードとノーマルをクリアしましたので、今回は、1の A、 こちらのまずはハードノーマルの方をやっていきます。では、最初に、ノーマルの方をやっていこうと思います。スタート。これはどんなマップだったかな。はい、ではまずは、この2キャラを出して、ちょっと早送りしましょう。もうここはもう砦で行っちゃっていいですかね。行っちゃいましょうか、砦で。でそのまま、この町に行ってもらって、少し、回復の方をしていきたいと思います。ここから敵が来ない限りは、あ、大丈夫ですね。では、弓も行かせて、まあ、ノーマルはね、まだ結構楽にクリアできるので、まあ、レベルが高いっていうのもありますし。はい、どうでしょう、1万4000マナですね。9800以上なんで大丈夫ですね。経験値は151と、まあ、1の2に比べたら大きいですね。これなんだろう、あれ、なんか知らないのが出ましたね。この右下に EXP2 倍って何でしょうかね。まあいいや、ちょっと、じゃあいいや、継続って押そう。はい、ではこれで1の A のノーマルがクリアしたので、次ハードいっていきます。モチベ21、結構消費しますね。ミスれない。はい、ではまた先ほどと同様の手順で、剣と弓を出していきます。あー、やっぱ結構敵がもう硬くなってきましたね。ここで一度支援スキルを使っておきましょう。9800以上のマナがあればいいので、もう1体ぐらい召喚しておきましょうか。10の犬飼いですね。あー、来ました、クモ。苦手なクモですね。うわ、結構クモ来るな今回。ちょっと一旦クモをストップさせましょう。あ、でもこの横は通ってこないのかな。犬飼いと、弓。あ、クモ来るな。あ、ちょっと待って、支援スキル使っときましょう。あと攻撃スキルも使いましょう。ですね、この間に剣は進めましょう。はい、それで銃も進めて、弓も進めて、射程圏内に入れましょう。はい、ちょっと、うわ、敵多いなあ。OK ですね。とりあえず9800以上。あー、 OKOK、 12000、結構余裕がありましたね。あ、8600以上でよかったんですね。はい、任命権ゲット。うわー、経験値おいしい、955。
総理ランクもアップしました。これまた2倍出てますね。じゃあ継続させましょう。任命権を手に入れました。これで7枚です。では次に、ノーマルの方の、1の3、こちらをやっていきましょう。はい、ではスタート。まずはちょっとノーマルで様子見しながらハードに行くって感じですね。ここは2つ町が分かれてるのでお互い取りに行きましょう。でまずは一旦ここの中央で待ち合わせしましょうか。銃は出した方がいいのかな。銃出しときましょうか。銃もでは向かいましょう。ノーマルは結構、楽にいけますね。ちょっと早送りで進みます。来ましたね。雲がここから出始めるんですね。ノーマルでも、マナは18000。うわ結構きついね。15000か。結構ギリだったな。じゃあ2倍継続させて。うわーこれハードミスりそう。いきましょう。1-3ハード。マナは1000ぐらい余裕があったのかな。さっきもう1体ぐらい出してもいいかもな、もしかすると。はい、先ほどと手順は同じです。敵がどれくらい強くなるかですね。でまずはここで迎え撃たなくてももう行っちゃうか。でここは犬飼いで死守します。でこの竜の落とし後はもうこの弓に任せちゃいましょうか。じゃあちょっと弓を合流させて、合流できたので、では雲討伐に向かいましょう。あとは犬飼いは上の上、雲は来ないね。じゃあ上に行かせましょう。この雲がね苦手なんですよね。しっかりちょっと対処していかないと。念のため強化スキルを使っておきます。犬飼いも攻撃スキル使ってみましょう。結構ちょっと待って、強いぞこれ。やばい、町破壊されちゃうこれ。ギリセーフ、ギリセーフ、ギリセーフ。やぶねー。もう本陣に行っちゃいましょう。もう1体ぐらい出しても良かったかもしれないな。マナ結構余裕あるんで。
ではここから早送りします。使えるときにスキルを使っていきます。いや、さすがハード難しいな。結構1万7000なんで、さっき1万5800。おー、セーフ。これで星3ですね。経験値も897。でかいな。じゃあ継続しましょう。はい、任命権ゲットです。で、モチベがまだ47あるんで、もう1マップ行きましょう。行く場所はじゃあ B に行きましょうか。ノーマルの、まずは1の B から行きます。あ、これもいまいち覚えてないですね。まあ行きましょう。だんだんノーマルも厳しくなってきたな。ではまずは砦に向かいます。で、この子は下をちょっとぐるりと回ってもらおうかな。おっと、こういう移動の仕方するのか。で、スキルは使えるときに使っていきます。はい、じゃあ砦に向かいます。雲がもう出始めると。なるほど。うわー、最悪だ。最悪だよ。こんなところで失敗してしまうなんて。下から雲が来るんだね。ちょっともう一回やりましょうか。マナは13400あればいい。じゃあやっぱもう1キャラ出せますね。じゃあもう1キャラ出していきましょうか。はい、ノーマルもう一度1の B です。まずは剣を砦に向かわせます。で、その後に弓をこの下経由で砦に向かわせます。はい、OK ですね。で、次がどうしようかな。雲が来るんですよね。あっと、え、これ壊された。あれ踏んだ。よく分かんなかったな。よし、じゃあ3回、4回雲が出るのかな。5回。雲は止まんない感じか、これ。もしかすると。うわー、マジか。失敗しちゃったな。まあ銃も特にいらないな。そしてもう一回行きましょう。うわー、何回やり直してんだよ。モチベがもうハードいく分がない。仕方ない、行こう。やっぱり星さんをね、取っていかないと。銃なしで行きましょう。この2ユニットだけで
クリアはできそうなので、下経由で行ってくださいと。でですね。で、一旦こういう布陣で行こうかな。で、弓が十分間に合ってからこの下に。OK ですね。では上に向かいましょう。ああ、こうやれば結構余裕だったな。はい。しっかりね、冷静にやれば、というか手順が分かればね、そこまで難しくはなかったですね。いやー、もったいない。星さんです。2倍継続しましょう。で、モチベが24でハードが24、ギリギリです。一発勝負、行くしかない。行こう。手順は一緒にしましょうか。ちょっと下の方がきついんで、今回は銃を弓と同じ位置に出してみましょう。はい、同じ手順でいこう。ちょっとだけ早送り、いいね。支援スキルを使って、強化スキルも使う、銃も出す。 OK、 うわ、さすがに早い。進行が早いな。赤雲来るか。うわ、壊されてやんの。うわ、マジか。これは失敗したな。てか雲の移動速度が速すぎて、これいけんな、これ。だったらもう一回、あ、しまった。攻撃力を増やせない。ここはもしかしたら4体でもいいぐらいかもしれない。これでマナーどれぐらいですか？あー、そうですね、ちょっともう一体出すには辛いっすか。あー、経験値おいしい。2倍継続と。いや、ちょっとハード、星さん取れませんでしたが、次回の、パート3でまずは星さんを狙っていこうかなと思います。では最後に、今日手に入れた分でまたガチャをしていきましょう。2回ですね。 SSR 欲しいな。はい、 SR プラス、初めてですね、 SR プラス出たの。コレット高橋、うん、もう一回やりましょう。でも幸先いいですね、 SR プラスは。はい、あ、これは見たことあんな。コリス内田、必要マナコストダウンと。あ、でもよかったな、 SR プラスが出たので。ちょっと見てみましょうか、 SR プラス。どこかな、これか、これですね。必要マナ数が1140、これまた重いですね。ただ攻撃力が677で、クローダーが、まあレベルの違いがあるからかな。ヤマータ、うん、
R と見たら、あれ？これ R の1なんですけど、攻撃速度ともに R の方が上なのはなんでだ？あ、範囲攻撃なんだ。ここにちょっと文字が小さいんですけども、2連物理範囲攻撃となってます。ただコスト1140出すならこのクローダー出しますよね。強いんで。まあどうなのかな、ちょっとわかんないな。はい、では本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。